三菱電機株式会社は、当社子会社の三菱電機オーストラリアが、オーストラリア国防省と共同開発事業の契約を締結した。この事業は、防衛分野において、日本企業と外国政府の間で共同開発契約に至った初めてのケースであり、官民一体となって装備移転を進めてきた日本にとって、新たな事業形態の事例となる。それでは詳しく見ていきましょう。日豪民間一体型の防衛事業の目的は、オーストラリア国防省の国防科学技術グループが開発した最先端レーザー技術をベースに、三菱が培ってきたレーザー技術を活用して、オーストラリア軍の防衛プラットフォームの監視と生存性を強化する能力を開発し実用化することである。三菱電機株式会社は、三菱電機オーストラリアを通じて、プロトタイプの製造及び必要な技術を提供していくと約束した。このことに関して、防衛省は、両国の防衛装備、技術協力にとって、象徴的な事例となる。我が国にとって、新たな一歩となるとのコメントを発表している。そして、2023年10月19日、木原稔日本国防衛大臣とリチャード・マールズ欧州副首相兼国防大臣は、東京において会談を行った。その時の内容としては、冒頭に、マールズ国防大臣から、就任の祝意が示され、木原大臣から、感謝の意が示された。また、木原大臣からは、価値観と戦略目標を完全に共有する日豪間では、防衛協力が、あらゆる分野に拡大していること、その上で、両国の主権及びインド太平洋地域の安全保障上の利益に影響を及ぼし得る緊急事態においてもしっかり連携できるよう防衛協力の実効性を高めていきたいという趣旨の内容を述べた。さらに木原大臣から我が国は反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化に取り組んでいると説明し、マールズ大臣から強い支持が表明された。この両大臣は2022年10月に発出された新たな安全保障協力に関する日豪共同宣言の内容を着実に実行していくこと、並びに、両国の同盟国である米国を含めた3カ国防衛協力を、あらゆる分野で進める重要性を確認した。そして、両大臣は、運用協力、共同訓練の深化、及び相互運用性の向上が、日豪防衛協力の実効性を高める上で重要であるとの認識で固く結束した。その上で、2023年8月に日豪円滑化協定が発効し、両国の F-35A 戦闘機が相互に展開した訓練に適用されたことを皮切りに、各種運用協力、共同訓練が進展していることを確認し、11月末から日米で行う指揮所演習、山桜、及び2024年2月に日米で行う指揮所演習、金 H に、豪国防軍が初参加することを歓迎した。また、両大臣は、安全保障協力に関する日豪共同宣言に基づき、強化された運用面の協力の範囲、目的、及び形態に関する議論の進展を約束した。さらに、日豪防衛装備、技術協力の重要性を確認するとともに、オーストラリア国防省が、三菱電機オーストラリアとの間でのレーザー技術を活用した共同開発事業の契約締結を公表したことを互いに喜んだのだ。このことによって、中国やロシアに負けない、自由で開かれたインド太平洋の維持、強化に向け、より、一層連携を強化することが一致した。三菱重工業は、今年の3月15日に開幕した日本最大の防衛装備品の見本市 DSEI ジャパンにおいて 1.2 キロ先のドローンを迎撃できる高出力レーザー装置の実物を初公開した。昨今のウクライナ戦争で様々なドローンが実戦投入され、リアルな戦場のあり方を大きく変えている中、DSEI ジャパンではこのレーザー装置を含め無人機関連の展示が注目を集めていた。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は、車両搭載型で車内研究が重ねられ、過去2年ほど、鹿児島県の種子島で実証試験を繰り返してきたようだ。およそ 10kW の出力で、1.2 キロ先のドローンを撃墜するテストの模様を撮影したビデオを流し、
実際に撃ち落としたドローンも展示されていた。三菱重工は、出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムを開発し、このレーザーには、加工業などで使われている固体レーザーの一種であるファイバーレーザーを使っている。コアに、キドル異元素の YB イッテルビウムを加えた光ファイバーを増幅媒体として利用する装置であり、レーザーの波長は、金赤外域の1ミクロンメートル帯であることを公表した。この三菱重工のドローン撃墜システムには、左上の小さい黒丸の部分に広角カメラが取り付けられており、中央の大きな黒丸の部分には、望遠カメラとレーザー装置が同軸に実装されている。さらに、10kW のレーザーを2機使用して、出力を 20kW に高めた撃墜システムも開発しているらしい。なお、大気中の水分によるレーザー光の吸収の影響については、ある程度の降雨では大きな問題はないが、霧などの影響については今後確認するとされているため、まだまだ多少の検証が今後も必要だろう。技術的なポイントとしては、上空を飛行するドローンにレーザー光を正確に当てることであるため、同社が誘導ミサイル向けに開発した画像処理技術を応用していると言われている。レーザーエネルギーを目標物に照射して破壊する指向性エネルギー兵器、通称 DEW は、軍事防衛上、コスト面で大きなメリットがあるとされている。例えば、イージス艦に搭載する迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A に関しては、一発あたり約40億円もするのだ。これに対して、このレーザー兵器が1回照射するために必要なコストは、電気代の数百円程度という説明があった。つまり、電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということだ。三菱重工業は、積み重なる社内研究を経て、2021年11月に、防衛装備庁と車両搭載高出力レーザ実証装置の研究施策の受注契約を交わした。その時の契約額は8億2500万円であった。さらに、防衛省は、2021年度予算で車載レーザーシステムの実証費用として28億円を計上した上で、将来の軽空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証する旨を伝えた。ロシアが引き起こしたウクライナ侵略戦争でも、多様性ドローンの利用がメディアで数多く報道されているように、近年、ドローンを偵察や地域の情報収集などの軍事目的に使う事例が増えてきているのは間違いない。ウクライナ戦争だけでなく、その後に続くハマスとイスラエルの戦争においても、領内で民生品ドローンに爆弾を搭載して攻撃を行っている。そこでは、民生品ドローンに爆弾を搭載して投下するといった、まさに、ウクライナ紛争で、ウクライナ軍とロシア軍がよく使用している攻撃手段が使われている。特に、ウクライナ軍では、監視・偵察目的で導入した民生品ドローンに、爆弾や手榴弾を搭載して、ロシア軍の上空から落下させて、ダメージを与えている映像なども多数流出しているくらいだ。その戦訓から学んだハマスも、小型民生品ドローンに爆弾を搭載して、イスラエル領内の救急車や戦車に爆弾を投下しており、ドローンで撮影したリアルなプロパガンダ映像が SNS で拡散されている。ドローンはミサイルで撃ち落とすこともできるが、ミサイルは一発あたりのコストが非常に高く、多数のドローンの撃墜には使いづらい。一方で、レーザーなら電力を確保すれば半永久的に照射できるほか、照射時の騒音や火炎もないため敵から発見されづらいという利点がある。この現代では、ドローンが戦争必須兵器となっているため、レーザーシステムのニーズは増えるでしょうね。